雪国の素晴らしさを知ってもらおうと、毎年沖縄の小学校に雪を送っている南魚沼市の六日町小学校。あ、でもこれでいいんじゃない？今年も雪を送るため、児童たちは絵や説明を書いた発泡スチロールの箱に次々に雪を詰めていきました。沖縄の人が雪の良さを知って楽しめるように気持ちで詰めました。雪は来月3日に沖縄県の2つの小学校に届けられる予定です。